もう本当にプレッシャーがあって、監督からのプレッシャーがすごいあったんですけど、まあ、その中でも、まあ、自分のやるべきことは変わらないので、いかにこうアメリカ打線を抑えるか、また上野さんがいない中で自分がどれだけエースとしての役割を果たせるかっていうのがやっぱりすごく試された試合になったと思うので、まあ本当に結果だけ、結果を見たらすごく本当に良かったなっていう、なんか安心した気持ちです。本当に上野さんがいない中で本当にゲームがあったからきっと投げれたと思うので、でもそれってなんかのこう運命というか試練というか、まあそういうことが重なったんじゃないかなと自分自身思っていて、まあ本当にこっちに会場入りする前にも上野さんと連絡を取ってしっかりこういろんな話をしながらあのマウンドに立つことができたので、本当にそういった部分ではまあ心の支えになりながらあの勝負することができました。もう本当に今日は今日で終わってしまうので、あのまた1年後にどういう戦い方をしなきゃいけないのかって、また自分自身にあの試練とかも絶対来るので、まあ、そこに東京オリンピックに行くまでにたくさん準備をして、こうなった例えば悪かった時でもその中でも抑えれるようにしっかり自分の役割を考えながら練習していきたいなというふうに思ってます。正直今日はエースとしてっていうかは監督の期待に応えたいっていう気持ちがすごいあって、やっぱりこれだけ期待されているのもすごくわかるし、上野さんだけじゃこの今後のオリンピックでも勝っていけないっていうのも、まあ、私自身がすごくもう分かっているので、少しずつでも監督の信頼をワンポイントでも使ってもらえるような、少しずつ信頼を得たいなっていう強い気持ちでやっぱマウンドに立つことができましたし、やっぱりまあ、人の気持ちは本当に人の気持ちを動かすなっていうのもすごく感じましたし、またこう多くのお客さんが、まあ、大和頑張れだったりだとかたくさん声援を送ってくださって、やっぱりそれがすごく励みになって、本当に今日あのマウンドに立つことができて本当に最高でした。